かチャンネル。皆さんこんばんは、ゆうかです。ゆうかチャンネル67日目になりました。今日お届けする曲は、あやかさんのみんな空の下という曲です。この曲は2009年に発表された曲なんですけれども、みんな空の下ということで、この曲はですね、一人一人が別々のところで離れ離れで過ごしていても、同じ空の下にいるから、だからつながっているんだよ、何も怖くない、一人じゃないんだよ、ということを歌われている歌になっています。あやかさんの歌はですね、すごく空が出てくる歌が多いなと思うんですけれども、この曲は代表曲なのかなと、そういう気持ち の集大成というか、そんな曲なのかなということを歌いながら思いました。本当にですね、私たちは毎日こう一人一人それぞれの人生があって、それぞれの場所で頑張っているんですけれども、ふと空を見上げたら、同じ空をですね、どんなに遠く離れていても、国が違っても、地球の反対側にいてもですね、同じ空を見上げて、あの人とつながっているんだなということを感じられる、空って、そんな素敵な場所なのかなということを思います。何かですね、寂しいことがあったら空を見上げて、あの人どうしてるかな、この人どうしてるかなって思い返して、そしてまた頑張ろうと、そんな気持ちになれる歌なのかなということを思いました。それでは聴いてください。みんな空の下。見つめる瞳、言葉なくても伝わるあなたの思い、負けないよって頑張るよって何度も優しく笑うんだ。あなたの曇り空まで晴れにしてしまう。何度も高い壁乗り越えたから、何も怖くない、一人じゃないよ、みんな空の下。悔しかったよね、一人で泣いてた日々も今につながって大きな花を咲かそうとしてる。小さな胸にしまい込んでいる空に似た大きな心、泣かないでって大丈夫って、包み込むように笑うんだ。星が顔を出し、あなたが眠る頃、同じ空の下願う人がいる。明日もあなたが笑っていられますようにって見守ってるよ、遠い場所からみんな空の下。
街はそっと色づいてく。あなたの笑顔は誰よりも輝き、曇り空まで晴れにしてしまう。何度も高い壁乗り越えたから、何も怖くない、一人じゃないよ。